こんにちは田中雅です私ですね、フリーランスで構成作家、ライター、リサーチャー、翻訳などの仕事をしているんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースや日々の出来事から思ったことを語っていこうとしているチャンネルです。今回はですね、フリーランスが会社員より優れている点っていうところをちょっと語っていきたいなと思っています。 以前ちょっと挙げたフリーランスは不安定な職業ではないという動画がちょっとあの再生回数が多いのであとちょっと言い忘れたこともあったので補足させていただこうかと思っているんですけれどもあのまあ何点かえ1点2点3点みたいな形で紹介できれば理想的なんですけれどもえ1点目としてまあえフリーランスが えーまあ、なぜむしろ、えー、会社員より、えー、なった今はなった方がいいんじゃないかというような趣旨のことをあの以前の動画でお話しさせていただいたのかというと実際にちょっと見聞きした経験ではあるんですけれども、まあ、まず1点目として、えー、フリーランスはあの会社員のように、えー、いきなり丸ごと収入がゼロになることがないというのがまず1つ大きなメリットだと思うんです。 まあ、もちろんフリーランスってあのいきなりプロジェクトが、えー、自分が参加しているプロジェクトが終わったりであるとか、あのーまあ、そういうこともあるんですけれどもでそうなるとやっぱり、えー、そのプロジェクトとしていただいていたお金がごっそり次の月から入ってこなくなるっていうのはあるんですよただその一方で、あのー、会社員の方だと例えばその不運でリストラになってしまったりであるとか、まあ、病気とか 転職とかで一時的に退職せざるをえなくなった時あの収入が例えばまあえ自分の生活費というかあの給料が丸ごとなくなるんでそのフリーランスだとそのいくつも参加しているプロジェクトのうちの1つの分の収入がなくなるのでそんなにぶっちゃけると板手でではないんですよあのまあ例えばえ10万円付き頂い,いたのが えー、その10万円がなくなるけれども、まあえー、アベレージで40万稼いだとしたら、まあ、30万は残ってるっていうようなイメージですけど、まあ、会社員で月給40万いただいたとしたらその会社からを例えば退職せざるを得なくなった時にその40万円がいきなり丸ごと全部なくなっちゃうんで、あのー、それはかなりそのリスクが大きいんじゃないかなと思っています。えー、も例えばその 病気とかで助かったされたときってあの翌月からもう収入のめどが、まあ、失業保険とかあるかもしれないですけども、えー、なくなってしまうので、まあ、その点はまずフリーランスの方がいいかなって思いますねあのー、2点目として挙げられるのがもう本当ととにかくとにかくフリーランスは自由だっていうところですよね今私もこうやってあのー、昼間に これ撮影してるんですけれども平日の昼間にこうやって撮影できるなんてあの会社員ではなかなかないと思いますしあのまあ僕もよくあのまあ時間があれば毎日散歩とか行くんですけれどもまあ夕方であるとか昼間であるとかまあえそれも平日ですしそういったことがえまあ誰の許可も得ずにできるっていうのはやっぱりフリーランスの特権の一部ではないかなと思いますし僕買い物とかまあ例えば歯医者行くとか。 ヘアサロン行くとか、そういうのも全部平日に、えー、なるべく済ませるようにしてるんですよ。えー、それはやっぱりあのすごく空いてるし、落ち着いて買い物ができるし、あの担当してくださってる方も落ち着いてあの、えー、私と話をしてくれるんで、あのまあ、そういった意味ではその予定自分の行きたかったこととかやりたかった遊びとかそういったものの予定を平日に入れられるっていうのは会社員の あのすみませんフリーランスのメリットかなと、えー、私は思ってます。会社にはやっぱり土日に集中して入れる必要があったりとか、あのーまあ、たまの祝日であるとか有給取らないとなかなかそういったのは難しいんじゃないかなと、えー、思っているので、まあえー、そういった、えー、まあ どこに行くにも自由というか何をするにも締め切りさえ守れば自由っていうのはフリーランスのものすごい大きな特権の一つじゃないかなと私自身は思っています。あとですね3点目として大きいのが、まあ、前の動画でもちょっと説明させていただいたんですけれどもまあこれもちょっと本当に慎重に話をさせていただきたいんですけれども あの何でもかんでも、えーまあ、フリーランスだと、えー、大前提として、えーまあ、仕事に使った備品であれば、えー、経費に、えー、として申請することができるんですよ。経費になるからといってあの会社員のようにお金が戻ってくるってわけじゃないんですけれどもあのまあその分その収入からそれは経費だから必要経費だからあのその分収入から減らせるというよ。えー、あの本来得た申告すべき収入から減らした額を え収入として申告できるという形なんですけれどもえっとまあそれ事業に関わるものだったらえほあの大部分が経費になれるので例えばの話まあ僕ってライターなんでパソコンとかを毎日使わなければいけないんですけれどもまあなんでそのパソコンもし買った時であるとかえその例えば10万円だったらその10万円が必要経費になるので収入からえ本来例えば 400万の収入として申告しなければいけなかったところを390万の収入でいいですみたいな形になったりとかえあとはですねまあそういった必要経費がえたくさん。まあ えーまあ、事務所であったりとか事務所を借りてる方はとか家,家,賃家を事務所にしてる方もいらっしゃるんで、まあ、その分、えー、家賃からど,、えーど,れ,だえー、どれぐらいや家賃から何パーセントこれは仕事上で使ってるとみなしで経費にすることもできますし、えー、まあそうですねそういった事、えー、業として使ってる幅が広いよければ広いほど。えー たくさん経費を申請できるんで、その分、例えば400万の収入だったところ、300万、200万、えー、まあ、人によって100万という人もいるかもしれないですけれども、それで、えー、経費あの収入として申告できるっていうのが、えー、ありますで。で、あとはやっぱり、その、青色申告、えー、されてる方にもなってくると思うんですけれども、あのまあ、以前の動画でもお話ししましたが、あのまあ、保険料であるとか、いでこであるとかやってる方は、えー、小規模企業共済であるとか、 あそういったものが、あのー、控除になるんですね、その収入から。例えば経費を聞いた金額が400万から経費を聞いた金額が300万だったとしたら、さらにあの健康保険料、入れこ、小規模休業,業者につ材を毎月かけている額がさらに引かれて、例えばで、まあ、200万になると。でそこからさらにアウル申告の特別控除が65万ついて、基礎控除もついて、でまあ、結局100万円以下として、それでそこから あのね、次の年の税金が計,計算されるっていうことにな,るとなったりするんで、まあ、あの会社員の場合だと、これが例えば400万だったら400万、そこから税金計算します、来年者ら税金計算しますとか、ある程度控除はつくと思うんですけれども、そうなるんですけれども、フリーランスの場合だったら、そこが例えば最初の始まりが100万とか <laughs>、150万とか、まあ、そんなうまくはいかないんですけれども、そんなにその何でもかんでもさっぴけるわけじゃないんで、そんなに急に。あの 得た収入からガクンと下がるわけじゃないんですけれども、まあ、その金額からあの税金を計算するのでこれ多分想像できると思うんですけれども、えー、そうですねかなりその。 毎年払う金税金の金額っていうのは会社員と比べて少なくなるので、まあ、だからあの以前の動画でお話ししたように、まあ、同じ年収だった同じ年収の会社員とフリーランスがいたとしたらフリーランスの方が手元に残るお金っていうものは、まあ、大きいんじゃないかなっていうのが言えるんです、まあ、ただその会社員さんの方も退職金の積み立てとかもありますし まあやっぱりそのまあフリーランスよりは雇用が守られてる部分ってすごいあるのかなと思うので,まあでやっぱりその会社員としてやっていくのが合ってる人とフリーランスとしてやっていくのが合ってる人とってあの結構人によって性格によって分かれると思うんでその無理して会社員になったりとか無理してフリーランスになったりとかそういった必要もないのかなと思っていますただですねあのまあちょっと一点だけあの背中フリーランスにあた方の背中を押させていただきますとまあ 僕の年齢今40歳なんですけれども40以降の方々はあの今後解雇規制があの絶対僕緩まってくると思うんですよ会社員の方々の。なのでちょっとまあ僕の世代40歳以上はまあ引退するまで60とか65までにはそんなにガラッと変わるというかガラッと変えようがないと思うんでその世代の方々に対しては。逃げ切れるのかもしれないなと思ってるんですけれどもまあ 今の20代の方々とか前半後半の方々とか多分20年後には大きくあの会社員さんの待遇っていうのが変わってきてるんじゃないかなと思うのでもしかしたらあの今のうちにフリーダンスでやるとか独立しておくっていう方がもうちょっと全然わからないんで無責任なんですけども僕としてもあのもしかしたらそっちの方が将来設計としていいのかもしれないと私は 思うところがありますただそれも、向き不向きがあるので、そうですね、あの自分の性格であるとか、自分が何をやりたいかとか、変えて、柔軟に設計していったらいいんじゃないかなと私は思っております。ありがとうございました。ご視聴いただきまして、この動画が良いと思いましたら、高評価ならびにチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは。